マッタラ・ラージャパクサ国際空港は、スリランカ南部州、ハンバントタ県のマッタラにある国際空港である。県とハンバントタから北に 15km ほどの距離に位置する。コロンボ首都圏のバンダラナイケ国際空港に次ぐ、スリランカ第二の国際空港となるべく開発が進められた。空港名称は、第6代大統領のマヒンダ・ラージャパクサに由来する。 ハンバントタ国際空港とも呼ばれる。関西島周辺の風景スリランカの空の玄関は、これまで1967年に開港したバンダラナイケ国際空港が1.2になっていたが、将来的に同空港のキャパシティが飽和するという見解や代替となる空港が必要となるという判断から、新たに第二国際空港の建設が求められた。 建設計画は2009年11月27日にラージャパクサで大統領の承認を受けた。工事は2010年3月より始まり、2013年3月18日に開工した。建設費は2億900万ドル。建設は中華人民共和国の中国公安公邸が受け負っており、建設にあたっては中国政府から1億9080万ドルの融資が、 行われた。2015年を目標に第2期工事も予定されており、最終的には敷地面積2000ヘクタールの大規模空港となる計画であった。新空港の開港により航空産業の拡大や国際貿易、観光業、雇用の活性化が生まれ経済発展への刺激となることが期待されていた。2013年現在世界最大の大きさを誇る。 エアバス A380 旅客機にも対応するよう作られており、国際民間航空機関の提言に従った設計となっている。しかし、開業後は2014年5月の収入がわずか1万6000ルピーを記録するなど、深刻な経営不振に陥った。ハンバント多県は、もともとラージャパクサ大統領の地元であり、新空港の建設自体が、 大統領の意向が強く働いたものであったことから2015年1月の政権交代により赤字路線にもかかわらず運行を続けていたスリランカ航空の前線撤退が発表された2016年には世界で最も空いている国際空港などと評価されており飛行訓練やメンテナンスサービスでの活路が検討されている1日1便で利用客数が10人ほどとなり 一部は、米の備蓄倉庫にも利用される状況にあった、空港だが、2017年、インド政府が空港事業に出資し、40年間下流。インド側に空港を利用するメリットや喫緊に利用する計画がないため、空港から自動車で30分ほどの距離にあり、実質的に中華人民共和国が運営する、ハンバント多工の機能を牽制する思惑も取り沙汰された。 スリランカ航空のエアバス A340 から300以下2019年時点の情報に基づく。ありがとうございます。